どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガーズでございます。本日はお知らせです。やっとこのお知らせができます。いつも使ってるこのガズのわがままウクレレの事前予約注文再開のお知らせでございます。このやっぱり、ね、コロナのやっぱちょっと影響があってちょっと遅れモードで、今ね、たくさんの方はまあすでに注文いただいている方もお待たせしておりましても大変申し訳ないんですけど、今日はですね、なんとベトナムからもじゃくんとかあのベトナム人スタッフとかインターン生とかメッセージをちょっとこの後シェアしますんで、さっき届いたばっかり。はい、日々ねこっちもやり取りしててね、今まああっちもコロナですからね、やっぱだいぶ今向こうもだいぶ回ってきたようですけれども、その中向こうも暑いんですよね。日々これ生み出しております。皆さんこのウクレレのこと詳しくはここにリンク貼っておきます。ここに全部書いてあるんですけど、ご覧になってください。で、今日の昼から、事前予約注文を開始するお届けがですね、ちょっとまだ先なんですけど9月の中旬にはお届けできると思います。早くなる可能性も大なんで、ちょっと夏すぎちゃうのかっていう感じですけれど、まあ、それだけですねちょっと皆さんにこうご支持をいただいているっていうのはまあありがたいことでございまして、この音の確認したい方は私のガズレレ YouTube 見たらもういつもこれ使ってますからね。はい、コンサートサイズ、ソプラノサイズの2シリーズでピックアップがあるとかないとか、フレットの数、フレットが7フレットとか12フレットとか16フレットとか15とか、そういうのを選べるようになってまして、ね、ご自身のあのプレイスタイルに合わせてこう選べる、セレクションできるようになっております。はい、それではですね、ちょっとまた後で戻ってくるんですけど、ベトナムの現地から G ラボ工場の、動画、メッセージ動画をお届けします。どうぞ。こんにちは。こんにちは。はい、G ラボです。コロナの中、日本も今すごく大変な、時期という話は聞いてますけども、こちらこのベトナムも最近はだいぶ緩和されてきたんですけども、まだまだコロナで、戦っております。まあ、そんな中僕たちも、まあ、一生懸命ウクレレ作って、いい品質のものを、まあ、できるだけ早く届けられるように、毎日毎日、格闘を戦ってます。日本の人たちも今大変だとは思いますけども、まあ、今の時期を乗り越えて、頑張っていってほしいです。こちらはいつも頑張ります。はい、いいですか。はい、じゃあ、また、メッセージを届け、られる時に、なんだっけ、わかんない。じゃあ頑張りましょう。はい、頑張りましょう。さあ現地からのビデオレポートでした。もじゃくんね、テンションでちょっと低いんですよね。まあ職人あるあるですけど、まあでもやっぱり腕はねもう超一流。僕もいろんな楽器触ってきましたけど、彼の手掛けてるやっぱ楽器やっぱりすごくこうしっくりくるんで、もう本当その感覚をもう本当に味わってもらいたいです。あと皆さんこの動画見てる方も知ってると思いますけど、これGラボっていうね、これね、Gラボってもう名付けてるんですよ、この工場っていうか、この企画をね、ウクレレの、ガズのわがままウクレレの、これができる、できた、どんないきさつでできたかとか、これできるまでにね、もう、YouTube で表向きでは言えない、もうね、もう大変なことばっかりなんですよ。しかもこれ、日本とベトナムじゃないですか。しかもやったことないことをやってるわけだから、そんなね、ドッタバタの右往左往の、もうとんでもない裏話がいっぱいあって、このブログに全部書いてありますから、ぜひこれ、読んでください。リンクもここに貼っておきますね。ホームページのトップページにも書いてありますけど、ぜひこのウクレレのストーリーを見たらまたね、さらにね、面白いことになるんで、ぜひお願いします。そういうわけで、ちょっと興味あった方、とりあえずホームページ、ウクレレのホームページだけは見てね、ちょっと見といてください。ちょっと、事前予約中も先になっちゃうんですけど、9月の中旬までにはですからね、もしその間にすごくいい感じになったら、また前、もうちょっと早くお届けできるかもしれないんですけど、一応ちょっとね、余裕を持ってそのぐらいにさせていただきました。で、今、現地のベトナムではですね、新しいスタッフもすごく入ってきてて、もう超一流の塗装のスタッフの方とかもね、入ってくださって、まあ、相当パワーアップしております。クオリティとその量も作れるというような、やっぱ1本ずつ手作業ハンドメイドでもういい木材を使ってるから、もうバン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 工場でどっかとかできるっていうものではやっぱないんで、それなんだけどこうリーズナブルに本当に価格も抑えてということを目指してやってます。皆さんぜひ、ガズのわがままウクレレ並びに G ラボよろしくお願いします。はい、ガズレレのとこはいろんなこと書いてあります。私もブログも書いてるしね、よろしくお願いします。引き続きガズレレ YouTube チャンネルをお楽しみください。さよなら。